グレン・キーンはアメリカ合衆国のアニメーター、映画監督、ペンシルベニア州生まれ、漫画家ビル・キーンと妻・テルマの息子として生まれる。父の代表作、ザ・ファミリー・サーカスに登場するビリー少年はグレンがモデルで、後に本作がアニメ化された際にはアニメーターとして参加している。1974年にカリフォルニア芸術大学を卒業後、 ウォルトディズニースタジオに入社。数本のアニメーション映画に携わった後、82年の映画トロンの CG 映像に影響を受けたキーンは、同僚のジョンラセターと共に、モーリス・センダックの絵本、怪獣たちのいるところを題材に、30秒間のテスト映像を制作した。しかしスタジオは、CG 制作に莫大な費用がかかることから、映画化を中止にした。 このテスト映像はカメラが360度回り込むなど、後の美女と野獣の CG を用いた舞踏場のシーンの前身となった。その後、リトル・マーメイド、美女と野獣など多くの作品に作画監督として参加し、主人公格のデザインや作画を担当している。子供向けの聖書本の作者とイラストレーションを担当している。第20回アニー賞で アウトスタンディングインディビジュアルアチーブメントインザフィールド・オブ・アニメーションを第35回アニー賞でウィンザー・マッケー賞を受賞した。2020年初監督作品となる CG アニメフェイフェイと月の冒険がネットフリックスで配信予定。米国のアニメーションは基本的にキャラクター別にアニメーターが割り当てられる。 ここではキーインが担当したキャラクターとその作品名、米国公開年等を記す。彼の聖書グ話アの本には、擬人化されたアライグマのアダムと、ライオンの王様アレンが登場する。作品の一覧は W. グレン・ケアネ・パブリケーションズを参照。20th Annual アニー・アード・ノミニーズ・ウィナーズアニー・アワーズアシファ・ハリウッド2014年12月10日閲覧。 三十五スアニュアルアニーのマネシャンズアワーズリシピオンズアニーアワーズアシファハリウッド2014年12月10日閲覧 ABCDEFGHI カリジョングレン・ケアネハウツークリエイトアニメーション パイオニア、ISBN 978から15億5698万2859、http:/www.cataro.com/.hkeane.html。ありがとうございます。